はい、こんにちは、もくもくキッズです。今回紹介するのは定禅のギュンギュン走る日産 GTR パトカーになります。スケールは32分の1のスケールになっています。パッケージはこんな感じ。サイドにはフリクションの遊び方、裏面もこんな感じになっています。フリクションカーになっているので手で押すとギアの力で走ります。さあ続けて開けていきたいと思います。日産 GTR かっこいいですね。 R35 です。 R35 から今までのスカイライン GTR からスカイラインが取れて GTR になりましたね。それではじっくり見ていきたいと思います。まずフロントの顔はこんな感じ。ボンネットには警察のマーク、エンブレムには GTR のマークがついています。ナンバープレートには日産と書かれています。ヘッドライトはクリアパーツで仕上がっています。ルーフにはブーメラン型の赤色灯がついています。サイズのデザインはこんな感じ。ドアの部分に結晶と書かれています。ホイールはガンメタカラーで渋いです。ギアはこんな感じ。 GTR といえばこの丸いライト、かっこいいです。マフラーも2本立ちでかっこよく仕上がっています。エンブレムには GTR のマークもついています。反対側のサイドも同じデザインになっています。はい、ということで今回は定禅ギュンギュン走るの日産 GTR パトカーでした。いかがだったでしょうか。今回はこの辺にしときたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録、高評価お願いします。